おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム続きやっていきたいと思います。アリスさん、ソーさん生存のダミーズ全滅ルートやっていきたいと思います。前回最高に最高で最高の展開が待っておりましたねえ、いやあそこでもうエンディング分岐するかと思ってたんだけど、そういうわけじゃないみたいだね。まだもうちょっとこのサラちゃんのドロドロが覚醒するまでには時間がかかりそうですね。でそこからね、ランマルくんの暴走がきっと始まると私は信じてやまないんですけど、ここのシーンでなるかと思ってたからちょっと意外だったな。ならないのかな。エンディング分岐しないことある？そう？じゃあとりあえずね、ランマルくん追いかけるところからやろうと思うんですけど、あ、どこに行けばいいのかにゃん。こっち？あ、ここか。オッケー。ランマルくん。ランマル、ここにいたのか。緑はどこへ、ここに来たのか。光ってんじゃねえか、首輪。また鬼ごっこか。ランマル、早く探しに行こう。諦めちゃダメだ。早く探しに行こう。ここには車田さんしかいないぞ。ランマル、やれよ。何言ってるんですか。行きたいんだろ。俺は未来、俺には見えねえけど、てめえには見えるんだな。黙って見届ける。何やってるんだろうな俺。違うよな、こんなの。俺、立ち向かう勇気も消えちまって。じゃあどうする気だ。緑に勝ったって死ぬだけだぜ。わかんねえ。どうしたら。見てらんない。ひなこ。着なよ。その首はどうにかしてあげる。いやー、おかしいもんね、こんなこと知ってるなんて、ひなこちゃんね。そりゃ人間側ですわ。どうなって、え、わかる。暗闇に通路が続いている。行きますか。ランマルくんを救いましょう。不思議な装置が部屋に広がっている。これは。首輪のリセット装置。え？リセット装置って、爆弾のか。どうしてひなこがそんなの知ってんだよ。さあね。急に思い出したの。信じなくてもいいけど、他に方法あるの？意義ないね。よーし。サラ先輩、全員呼んできて。みんなを？そう。結構大変な装置らしいから、
協力が必要だよ。これが首輪をリセットする機械か。恐ろしいほどのサービスだな。凄まじき権利だぞ、これは。みんなで解除すればもう怖がらなくて済むにゃ。そんな万能じゃないよ。できるのはダミーズのだけ。っていうか鬼ごっこモードを消すだけかな。なんなんにゃい。そのためにみんなリスク背負える？リスク？この装置、電流を流して強制的にリセットさせるの。私たち全員の体を貫いてね。さらっととんでもないこと言わないでちょうだい。安心してよ、その電流で死ぬことはない。ただ途中で誰かが気を失えば失敗、蘭丸は死んじゃうね。だったらさっさとやろうじゃないか。うっ、感謝しろよ。わたあめ、俺たちは緑の思い通りにはならんということだ。みんな、やべえ、そろそろ早く中央に立って。さあやりますか。やるんですけど、すげえ胸が痛いんですけど、失敗するバージョン見ましょうかね。失敗するバージョンって見てないよね、確かね。見てないと思うんだ。だからさ、君がシネをしゃぶり尽くすためには見なきゃいけないと思わないかい？ね。うん、やっぱりね、失敗ルート見てないんで見ましょう。ラマル君、すまんな。みんなよろしく頼む。やるぞ。装置を使う。装置は音を立てて動き出した。いや、いるメンバーが少なすぎるね。みんな電極を掴んで、スイッチを入れるよ。じゃあ、やり方だけど。僕が説明するよ。いやー、わかめ頭！おっと、もう手を離したら失敗になるからね。そのままそのまま。いいかい？このゲームの目的は、蘭丸に電気を集めること。これから君たちが掴んでる電極にランダムで電気が流れるから、うまく蘭丸にその電流を送り届けてあげてね。蘭丸の首輪は警告音を鳴らしている。さて、天井のモニターを見てごらん。それが次に電気が流れる人数さ。流れるとどうなるかっていうと、思ってたより強烈ね。そうでしょ。それが1回目の電気。食らうたびに帯電していくよ。試しにもう一度。やめろ。今のが2回目の電気。こうやってどんどん帯電していくと、3回目。これが限界さ。次の4回目の電気をもし受けたら気絶しちゃうよ。それって一人でも気絶すればこのゲームは失敗。つまり蘭丸を救えないってことか。ただ一つだけ、帯電した電気をゼロに戻す方法があるんだ。うん、じゃーん、首輪と首輪をつなぐ配線だよ。ちょっとザラさん、手元のスイッチを押してみてよ。私が？はい、こうすると、ピリッと鳴って、オッケーね。いた、電気が。スイッチを押した人には電気が流れるんだ。その代わり、見てごらん。同じ配線で繋がれた人はリセットされたでしょ？自分が電気を受けてみんなを守る。そういうゲームさ。俺の場合はどうなるんだ？言ったでしょ？みんなと違って蘭丸だけは電気を集めるんだ。気絶するくらい。たっぷりとね。マジかよ。とにかく蘭丸には電気を与えて、他の人は電気を逃がす。これだけね。それじゃあそろそろスタートするよ。待て、このままスタートしていいのか。このまま始めよう。わかった、このまま始めよう。
き分けがいいね。それじゃあ頑張ってね。これ私のやつどうなるんだって言ったらみんなに電気流されちゃうからね。配線が変わった。で、サラちゃんを逃がす方法がないので、私が電気を受ける、私しか電気を受けれる人いないけど、予告された人数分電気が流れた。蘭丸の首輪は警告音を鳴らしている。どこがつながってる。あ、アリスさんか。じゃあサラちゃんに気絶してもらう予定ということで、お、これでいけるかな。はい、私が電気を受けるで失敗しましょう。はい。もうダメだ。おい、嘘だろ。ああ、やだ、誰か。あれ、何も起こらない。不発？いや、ちょっと不穏すぎるって。頭落ちてきたりしないよね。やめてよ。あれ？本当に大丈夫？マジで何も起きねえけど。大丈夫だったのか。ああ、マジでただの脅かしだったのかな。そんなはずは。電気なんか流すからぶっ壊れたんだろ。いいじゃねえか。不具合が有利に働く分にはよ。そうだよな。命拾いしたってことだよな。いやだ、怖い。ラッキーだ。俺たちは喜んでおけばいい。やめて、こういう風にフラグ立てるの。生かされた。いや、まさかな。そうだ。それより早くここを出て。エレベーター、動き始めたの。下の階に行けるわい。なら、緑より先に行かないと。また、封鎖されたらまずいでしょ。そうだな。行こうぜ、サラ。下の階に。みんな、無事でいてくれ。え、本当に大丈夫なの？え、そう、そうなんだ。おーん。へー、びっくり。え、あー、そうなんだ。え、じゃあ移動しようか。ちょっといいかな。足手まといは置いていった方がいいんじゃない。てめえ、俺を見て言ってんのか。これは優しさだよ。さっきのことで君の動きもボロボロだ。ついてきたって邪魔なだけさ。わかったよ。てめえに情けをかけられるとな。そうだ、トランシーバーがあったな。車田さん、これを片方持っていてください。車田にトランシーバーを片方渡した。なるほど、これなら連絡が取れるな。なんかありゃ喋るわ。行ってこい。行ってきます。さて、エレベーターか。はい。うわー、手招きしてる。閉まっちゃうよー。早く。やつは正気か。相乗りだと。どうする。相乗りする、乗らない。あー、どっちにしたんだっけ。あー、相乗りしてる。前回の私は相乗りしてるんで乗らないことにします。先に行けばいいだろ、緑。じゃあ先に行って刑事を殺しておくよ。ビビるな。奴に先を行かせるわけにはいかない。しょうがないな。結局相乗りすることになるのか。
びっくりさせられちゃうよ。長い。ただ一回分降りるのに、とてつもなく長く感じる。隣に、殺すべき敵がいるせいで。緊張しすぎだよ、サラさん。こんなに近くにいても、私には何もできない。早く出ろ！一秒でもこいつより早く！僕はのんびり行くよ。のんびり行くか。では、移動するんですけど、まあ、墓地かな？まずね。なあ、シャッターが閉まってて墓地に入れないわい。そうか、私たちが閉めた時のままになってるのか。しかも、このシャッター。大きな刃物でえぐったような、跡がある。まあ、メイプルがやったんだろうけど、キュー太郎さんがやったって言いたい。きっとこれキュー太郎さんがやったんじゃない？キュー太郎さんがやった傷だな。ここまでの怪力とは。いや、強すぎるだろう。メイプルさんだよ。すごい力だね。だが、貫いてはいないようだ。じゃあ、中にいる刑事さんは無事なんだ。ノックしてみる。大声で呼んでみる。冷静にあたりを見回す。ノックしてみよう。ノックをしたが、中からの反応はわからない。防音なのかな？あたりに何かないか探してみよう。まあ、これで ID カードタッチなんでしょうけども。これは ID カード。開きました。開いたね。この先に、待っているはず。刑事さん。いないんですけどね。おまわりさん、どこにいるにゃい？なんだか熱くないか。刑事さん？へい。ねえ、さら姉ちゃん。なんで棺、開いてないにゃい？そういえば、刑事さんが、出た後に閉めていったのかな。まさか。棺の解除ができてなかったのか。バカなこと言わないって。制御室で操作したはずです。すべての棺を開けたって。サラさんこそよく見なよ。砂時計。砂時計。棺の上に乗ったままだ。そんなの、関係ない！どうしたんだみんな！なんで急に弱気になって！砂時計なんて、些細なことじゃないか！サラ姉ちゃん！みんなは間違ってる。棺をよく調べよう！刑事さんが閉じ込められていた棺だ。なんか、変な音が聞こえないな。棺の中からは、ゴーという音が聞こえる。ちょっと待ってくれ。この音、まさか。落ち着いてください。大丈夫。焦らず、調べよう。棺を揺らす。棺に手をかけた。手が、熱い。棺はかなり熱を持っている。なんか今、中から声が。やめてよ。嘘だ。こんな。いや、これ、いや、九太郎さんなんだよな。九太郎さんまだこの時点では生きてたのかな？サラたち、うまくやってくれよっていう気持ちがあったのかな？それともずっともう熱い熱いってしか思ってなかったのかな？どういう感情だったんだろう？最後。なぜ、刑事さんはいないのか？シャッターは、閉まったままなのに。今、棺の中で何が行われている？考えたくない答えが、頭に浮かぶ。仮想システム。
私は棺を開けようと蓋を掴んだ。熱さなんて関係ない。すべての力を込めて蓋を引っ張る。しかし、どんなに頑張っても蓋は開かない。くそ、こじ開けるんだ、なんとしても。全然びくともしないにゃい。ダメだ、どんどん熱くなってる。それ以上は手が。だって、刑事さんが中で、私たちの助けを。離れろ、サラ。いやだ、私は、刑事さんを。解除なんてできていなかった。今、私たちの目の前で刑事さんは焼かれている。どうすることもできない。この中で刑事さんは炎に飲まれ死んでいく。ゴーという音が耳の中をかき乱す。目の前が歪んでいく。救いが必要かな。緑。今なら間に合うかもよ。僕はどっちでもいいけど。救えるの？同意書を書く。疑っている時間はない。選択肢は一つ。信じて書く以外、もう何も。やったー！やったー！ついに書いてくれたんだね、サラー。いいから早く、棺を開けて！刑事さんが死んじゃうから！緑は棺に向かってリモコンを向けた。うん、ああ、ごめん。間に合わなかったみたいだ。え？熱で棺の蓋が溶けて癒着してる。物理的に無理だ。残念。そんな。ふざけるな！貴様嘘をついたのか！嘘なんかついてないよ。僕は初めから救う方法を教えるとしか言ってないよ。だから、騙したと言ってるんだ！騙された？そんなこと、どうでもいい。目の前の刑事さんが、刑事さんが、ちょっと待ってよ。変だと思わない？サラさん。刑事さんは本当にこの中に入ってたのかな？だって棺は閉まってるにゃん。砂時計だって上に。それがおかしいんだよ。生きたまま焼かれてるんだよ。どうしてこんなにおとなしいの？確かにもっと暴れたり大声を出してもいいはずだけど、それほどの力すら残ってなかったのか。いいや、違う。脱出したんだよ、棺の中からね。
本気で言ってるのか、貴様。だったら墓地にいるはずだ。シャッターは閉まってたんだぞ。さあね、そこまでは知らないよ。ただ不自然だ。嘘の香りがするんだよね。やめろ、そんないい加減な希望を持たせるんじゃねえ。ん、なんで君が怒るの。だって僕にはさ、刑事が簡単に死ぬとは思えないんだ。ソラさん、君は。ソウさん、同感です。私も思えません。珍しく気が合うね。じゃあどうする、ここで塩らしく泣いてる。いいえ、探します、刑事さんを。それでいい。今の表情見たことなかった。なんか上向いてこう悪い顔してた。いや、いい顔してた。ランマレ、君はサラさんが希望を持ったら嫌なの。んなわけねえだろ。行こうぜ、刑事さんを探しに。うん、まあね、でも同意書は書いてしまったんですけどね。やれやれ、盛り上がっちゃって。盛り上がって何が悪いんだよ。なんか蒼さんが熱いこと言ってくれたじゃん、せっかくよ。激アツ展開だろうがよ。じゃあ探しに行こうか。ああ、メイプルがいるんだ。そうだ、あれはメイプル。離れろサラ。こっちに気づいた素振りはないが、座って休んでるのかな。いや、動いていない。完全に停止している。電池切れってことにゃ。それってつまり死んだ。暴れ尽くして力尽きたんだ。ID カード返せなかったな。メイプル、これも私たちのせいなのか。すまない。メイプルはピクリとも動かない。いや、しんどいんだよなこれ。でもちゃんとね、刑事さんたちでこう弔ってあげることはできたんで、そこはね良かったんですけど。悪いサラ、ちょっと俺ここで休んでもいいか。え、え、うん、あ、え、これ知らないんですけど。どうしたんですか、ランマルくん。え、いいけどさ。どうした。ちょっとだけだ、すぐ後を追うって。わかった、無理するなよ。どうしたんだろうか。で、どこにいるわけでもないんだ。なるほど、気になりますね。ランマルくん、何をしようとしてるんだろうか。移動しようか。確かここじゃなくて間違えましたね。こっちこっち、ここの、あれ、ここじゃないか、まだか。どこ行けばいいんだ。じゃあ、うわ、びっくりした。あ、これあれか、まいちゃんだ。おーい、サラちゃん、会えてよかった。まいさん、無事でよかった。九太郎さんは、刑事さんは、刑事さんは、刑事さんは見かけませんでしたか。見てないよ、落ち着いて。じゃあ筋肉ゴリラはどうして一緒じゃないの。安心して、怪我してるから隠れてもらってるの。本当はよかったにゃい。最悪の事態は免れたようだな。それより車田は。車田さんも無事です。充電して充電をしています。そっか、よかった。
この点点点、毎回こう、ドキッとしちゃうんだよな。ねえみんな、すごいことが分かったの。タミーズが生きたまま、緑に勝つ方法。それでね。ID カードが必要なの。持ってます。もちろん、持ってますが。よかった。じゃあ、ちょうだい。私が、九太郎さんに渡してくるから。全員で渡しに行こうよ。ダメだよ。すごく集中してるから。くれてやればいい。もともとメイプルに返すつもりだったんだ。そう、だな。ね、ID カード渡さないと九太郎さんが復活できないんでね。わかりました。前に ID カードを渡した。ありがとう、サラちゃん。チュッチュッ。とにかく九太郎さんをよろしくお願いします。それじゃあ、追おうか。え？彼女は何か隠してる。当然でしょ。そうだね。それはまあ間違いないんですけど、追えますか。追えるんでしょうか。舞さんはここへ向かってたね。どこにもいないな。何かおかしい。ここをもっと調べる方法はないだろうか。まあ、灯籠でしょうね。はい。何か浮かび上がってきた。これは、学校の絵だね。この絵、どこかで見た覚えがあるな。まあ、ここなんですけど。ランマルくんいます？あ、いたいた。ああ、サラ、いたいた。ランマル、休めたか？何をしてたんだ？だから、休憩だって。そうか、ならいいが。さあ、刑事さん探そうぜ。あ、ここで一応合流するんだな。何してたんだろう？メイプルちゃんに何かしたんか？そういうわけでもないのかな。ロッカー室にも学校の絵が描いてあったような気がする。調べるにも背が届かねえよな。どうする？ふむ。前回はピラミッドを選んだはずなんで、肩車かな。でも乗れる台を探すにしてみる。うん、どうだろう。肩車。肩車、でも届かないか。肩車？刑事さんがいればできたかもしれないけど。俺が壁に手をつくから肩に乗れよ。俺だってできるしって。いや、刑事に頼らなくたって俺がサラのこと支えてやれるし。やってみるか。いいよ。ちょっと待って、セーブさせて。一度しゃがんでくれ。乗るぞ。もうひどい。何？違う、軽い、軽いぞ。落ち着け。動揺するな。絵を調べますか？どれどれ？絵が開いた。奥には秘密のロッカーと書かれたスイッチがある。どうするか。これね、幼いも面白いよっていうコメントがありましたんで、ちょっと幼いやってみたいと思います。幼い。どうしたサラ？奥には秘密のロッカーと書かれたスイッチがある。幼い。迷ってんだな。一回降りるか。幼い。別にやめてもいいと思うぞ。めちゃあるじゃん。え、そんなにある？上見れねえからわかんねえけど、結構かかりそうか。幼い。大丈夫？もう限界だ。腕がな、プルプルしてんだ実際。サラ、早く。終わりかな。終わりか。よく頑張ってくれてるわ、ランマルくん。ありがとね。そうだよね、肩に足乗っけてんだもんな。ちょっと粘りましょう。いや、もうすごい、こんだけ粘っても、ランマルくんはサラちゃんを落とさないように頑張って限界でも歌えてくれてんだ。ありがとね。
じゃあ押しますか。スイッチを押した。何も変わらないな。この部屋じゃねえのかな。なんか息切れしてましたけど、なんででしょうね。サラちゃん軽い軽いって言ってたのにな。おかしいなぁ。あー、こんなのあったんだ。面白いなぁ。めっちゃいいなぁ。はい、いけるようになってますね。上の階と同じ隠し通路か。中から誰か出てくれ。ん？何のお出迎え？緑、そこで何をしてた？知らない。中は一体、何の部屋？そんなの自分で確かめなよ、シン。どうする？入ってみるのか。一回やめとこうか。いい感じなんで、今日はこれくらいで終わろうかなと思うんで。少し考えたい。オッケー。では次回この4階の奥に入るところから始めていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。いやー、最高ですね。もう、ちょこ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 ね、ラマルくんが可愛かったりとか、ソウくんが、ね、なかなかにクールなことを言ったりとか、ね、違う選択肢とかもね、見つつ進められてるので、ね、めっちゃ楽しいですね。ということで、また次回、おつぴよでーす。